皆さんこんにちは。ブロガーの笠子と申します。スマートフォン iPhone で、動画を編集する方法として iMovie というソフトを使えばいいと思うんですけれども、一番簡単に編集するのは、いらないものを削除する。例えば初めの10秒いらないなとか、後ろの20秒いらないなとか、真ん中の10秒いらないなっていうのあると思うんですけど、それをねそのまま載せるとね、ものすごく見てもらえない動画になってしまうので、いらないところはバシバシ切ってください。でどうやって切るかっていうと、まあ、ここにiMovie の、編集する画面があるんですけど、この動画を選択してですね、ここにですね分割というのがあるんですね。このハサミですね。ハサミ。あれ？違うわ。